こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は職場の人間関係に悩む、どうしたらいいのについてお話をしていきたいと思います。はいえー、私の YouTube チャンネルで今年度教師として一番ストレスを感じたことは何ですかというアンケートを現在取っております。えー、2月21日現在で回答数が403ということでね、えー、非常に関心が高いということがわかります。えー、さて この、ね、一番のストレスなんですけども私大変意外だったのは職場の人間関係が2番目に来てるということですよね。まあ、この、ね、集計結果全部について3月には、ね、水野庄司先生村野聡先生とコラボで取り上げていきたいと思うんですけどもその職場の人間関係について今回はちょっと触りの部分をお話ししておきたいなというふうに思います。 はい、さて教育トークラインという雑誌を私、撮ってるんですけども、えー、同じ特定非営利活動法人福井教育支援サークルに入っている植木伸弘氏、この先生まだ現役の教員なんですけどもまあその先生が B4 サイズで33枚のレポートに圧倒されたというねタイトルで、えー、まあ私たちのねサークルの思い出話を語ってくれています。 えー、その中にね、次のような言葉を見つけました。吉田氏からよく言われた言葉がある。人生の半分は仕事である。その仕事が楽しくないのなら、自分の人生の半分をドブに捨てたのと同じであると。そういえばこういうこと言ってたなというふうに、この論文を見て思いました。 えーまあ、サークル内ではさまざまな事業実践のレポートを交換したということが書いてあるので、えー、教育関係の、ねえー、本をたくさん読んでいたと思うんですけどもそれと並行しながら私は、まあ、自己啓発本というんですかね、えー、人生の生き方だとかってそういう関係の本もかなり読んでいました。 で人生の半分は仕事である、その仕事が楽しくないのなら、じ自分の人生の半分をどブに捨てたのと同じであると、えー、口癖のように言っていたというんですけども、おそらくこれね、その本の中の、ね、一冊の一節をずっと言ってたんじゃないかと思いますね。えー、当時35歳ですね、バリバリ実践をやって、えー、先生方に、ね、動いてもらわなければいけないような立場に。 も立っていてい、まあ、私自身、自分で言いますけどそんなに、ね、人間関係を作るの上手な方じゃないですね、えー。そういった中でこういった本を読みながら、まあ、その通りできるわけじゃないんですけどもね、えーまあ、思い直したり考え直したりしながら教員人生を送ってたんじゃないかなというふうに思います。中でもおすすめしたいのが、まあ、これは以前も、ね、お話ししたんですけどもディール・カーネギーの人を動かす。 えー、この本はね、本当に多くの示唆を得ましたね、えー。ちなみにね、本が苦手だっていう方、えー、中田敦彦の YouTube 大学の中で、ね、3回にわたって取り上げています。こういったものをね、えー、聞いていただくのもいいかなと、私、全部聞いたんですけどもね、本当にね、分かりやすくね、しかも書いてある内容に忠実にこう再現されていますね。 えこういった、ねえー、生き方に関する本を読んでいくということも、まあ、職場での、ね、人間関係に悩む先生にとって、ねえー、一つの参考というかヒントになるのではないかなというふうに思っています。えー、さて、この、ね、今行っているアンケート今後も続けていきますのでぜひ、ねえー、書き込みの方を、ね、お願いしたいと思いいまます3月にはまたコラボで取り上げていこうと思います。 はい、ご視聴ありがとうございましたあ。私のチャンネルのコミュニティタブからアンケートに答えることをできますので、ぜひね、アンケートにもご協力ください。できればね、えー、体験談などを書いていただけるとありがたいなというふうに思います。えー、3月にはコラボ動画として、また先生方に私たちの話し合いの内容をお伝えしたいと思っております。